はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。お猿のジョージです。さあ本日なんですが、許されざる猿、いや許された猿、こちら制限緩和されましてですね、3枚使えるようになりましたんで、こちら3積みしたデッキご紹介していきたいなと思っております。これひぐるみさんっていうねガチでやべえモンスターが、まあ最近 OCG でもなんかエラッとされて、戻ってくるらしいんですけれども、まあこのモンスターとかと一緒に使われていたその EM 龍剣士とかが強かった時代ですね。あの辺の時代に禁止化されまして、最近もうこのモンスター解放されて、まあもう今やマサデルでも3枚使えるようになりましたというところなんですね。でこれどういう効果持ってるかと言いますと、まあ、P 効果が非常に強い。もう片方の自分の P ゾーンに EM カードが、なかったら P スケールが4になっちゃうけど、まあ、あれば1、スケールが1が強いですね。で2番目、このカードが発動したターンの自分のメインフェーズ、デッキからレベル4以下のエンタメイト、モンスター1体を手札に加える。だ要はエンタメイトであれば何でも手札に加えられるということで、まあ、このペンデラムスケールの効果、今回は、積極的に使っていきます。モンキーボードを貼るだけで、何でもサーチができる。例えばドクロバットジョーカーであるとか、まあ、今回は、エンタメイトオッドアイズ EM オッドアイズデッキなんで、まあ、結構かなりのカードいっぱいサーチできるんですけども、バレットであるとか、それから、まあ、バトラーであるとか、それから、まあレディアンジュであるとか、もうありとあらゆるモンスターにアクセスすることができるということで、万能サーチですね。はい。でしかもペンデラムスケールに残ってくれるんで、まあ、それを、まあ、叩き割っていくっていうこともできますし、まあ、結構いろんなことができまして、モンキーボードさん、まあ、もちろん初動である、ドクロバットジョーカーを持ってくるっていうのが、まあ、一番強いと思うんですけども、まあ、他にもですね、レディアンジュっていうモンスターが一応その手札の、EM とこれ捨てるとなんか一応トレードインみたいな感じで2枚ドローできるみたいな効果あって、これでなんか相手の裏側を踏みに行くとか、それから、まあ、単純にスケール8を持ってきて、まあ、1と8でペンデラムスケール揃えるとかいうこともできまして、まあ、いろんな使い方があって、まあ、とても優秀なんですよ。で、まあ、何と組み合わせるのが一番いいかっていうと、やっぱり EM が持ってこれるっていうのが強いんで、まあ、EM と組み合わせられるのが一番強いと思って、まあ、EM、まあ、龍剣士もあるんですけど、多分組み方としては。ちょっと、龍剣士俺正直あんま詳しくなくて、EM オッドアイズであれば、結構回したことあって、まあ、しかも、かっこよくて好きなデッキなんでね、坂木雄也くんの、まあ、最強デッキなんですけど、まあ、これだったら、まあ、結構モンキーボードをうまく使いこなせるんじゃないかなと思って、頑張って UR 玉使って3枚生成してきたんで、早速、モンキーボードのパワー、見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、なるほど。モンキーは来てる。モンキーは来てる。違う、こっちだね。モンキーは来てるぞ。ウッキーウッキーあ、通る。ドクロバットジョーカーかな。これな、ひぐるみとかいないと別になんかそんなに大してなんかやばいことが起きないんだ。ドクロバットジョーカーサーチしてくるくらいだからさ、言うて、この猿。そんななんだよね。とりあえずグラフ持ってくるか。で、まあ、ドクロ召喚して、で、効果発動で、サーチ入れたいですよ。まあ、バレット持ってくるしかねえな。これちょっと、まあ、なんだっけ、この猿爆発するしかないが。猿がオッドアイズっていう名前ついてたらマジで最強だったんだけどな。で、まあ、こっちで一回スケールどかしまして、一旦エレクトラムくん行きまーす。はい。はい。で、エレクトラム効果。相手なんもなさそうですね。あと2ビルくらいなんですけど、まあ、相手の、まあ、手札にあるカード、まずある可能性があるカード、まあ、とりあえず1回オットアイズアークペンデラも貼りまして、で1回爆破します。まあ、いろんな組み合わせで動けるので、まあそれはいいことだよね。猿が来て、で猿でドクロなんかサーチして、なんかそのなんかレディアンジュで2ドローしてるのもできるし、なんかいろんな組み合わせではあるんだけど、まあ、結局ドクロバットジョーカーサーチしてきて召喚するのそこかよみたいな話あるから、いい、かっこいい。ストレッチマン特殊召喚成功時、効果でアークペンデラムをサーチで、エレクトラムでカードを1枚ドロー。あー、なるほど。ニビルケアちょっとで、まあ、してもいいんだけど、なんかなさそうな気するんだよな。これもうだってさ、これさ1、2何回得勝かしたら1、2、3、4、5。これやってるよね、もうね。いや、もう2秒だって打ってる、さすがに。で、オットアイズアークペンデラム、貼る。で、レディアンジュ貼る。で、これで、スケール、1から8なので、2から7のモンスターが同時に召喚可能。
揺れの魂のペンデラム、天空にかけ光のワーク、ペンデラム召喚、現れろ俺様のモンスターたちよ出てきすぎ。うわーかっこいい、オットアイズペンデラムグラサンゴ、マジかっこいいよこれ。これが銀ギラ銀に光ってるの、この黄金鏡エルドレッジもびっくりだね、この光り方ね。で、ペンデラムスケール爆破しまして、カードサーチします。なるほど。ディゾルバーどこ行った、ディゾルバーと機代の決闘者、レディースジェントルメン、俺自身をサーチ。そしてで一旦ディゾルバーをペンデラムスケールにセッティングしまして、これは一旦ちょっとエクシードいきますか。ここはいらないな。でエクシード出します。でスケール張ります。4から8でしょ、4から8だからレベルだから7くらいのやつ持ってくればいいのかな多分。これ持ってきて、うわ俺は俺自身をペンデラムスケールにセッティングそしてエクシードザペンデラムの効果を発動。エクシードザペンデラムの効果によってアークペンデラムドラゴンを特殊召喚、レベル7のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシード召喚現れろ、オットワイスアブソリュートドラゴン。なんか1体余ったな、謎に1体余ったわ。エクシードザペンデラムとそれからオットワイスアブソリュートドラゴン2体を使ってリンク召喚、現れろ照明の神球アポロウサギちゃん。そしてオットワイズアブソルトドラゴンの効果ボルテックス特殊召喚アンド、エンタメイトオットワイズシンクロンの効果を発動、オットワイズディゾルバーを前に出してそのままシンクロ召喚、現れろフレールドバロです。キュイー、まあまあ今回のところはこんぐらいで勘弁しといてやってもいい。エンド、これで一応まあグラフとバロネスとボルテックスとウサとまあウララということで、まあかなりの妨害数は用意できているんじゃないでしょうか。はい、エンタメデュエルにしていきます相手の、滑りを無効化するエンタメデュエル、にしていきます。増援、はい、まあ、増援はとりあえず一旦スルーして、あインパルスか、強いな、パルス強いな、レスケースだな。一回あれですよね、あのレスケースといえばあのコナミ社内で、あちょっとそれ無効だな、コナミ社内であのパワハラがすごすぎてあのレスケースハイドランテで上司の頭をぶん殴るっていうなんか大事件が起きた時ありましたね。はい、ハイドランとって多分消火器って意味だよな、レアホイスターの効果、リリースしたらなんだっけ、レスケース、っていうのがレスケースレアホイスターなんですけど、あーオッケーオッケー了解、出てきたやつを無効にすればいいか。エンタメイト機内のデュエリストあるんで一応殴られるのはケアできてるんで多分大丈夫ですね。機内のデュエリストあると、バトルフェイバトルしてくるときになんか自分のモンスターは魔法カードをなんかゲームが除外するとなんかセントラカシャナみたいな効果ありまして、うわインパルス強いんだよな、こうインパルスとかいうモンスターマジ強いんだよこれ、やばい、その効果うわーその効果うざすぎ、ボルテックスで無効にするしかないか。ウサギウサギ誰かあのモンキーボードのあの強い使い方教えてくれませんか。なんかモンキーボード3枚生成したはいいものの、なんか言うて今までの展開とあんま変わってないですけど、財宝スネーク、はい財宝スネークは強いな、まあ、それは一旦うらら打って墓穴打たれてグラフだな、そこまで見えた、オッケー、あオッケー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 、さあうららに、まあきついでしょうねこれ、ここにうららに墓穴打ちたいけどきついと言ってるんで、これオットアイズペンデラムグラフドラゴンの効果を発動しまして、このモンスターなんか下に引っ込みまして、引っ込んで墓穴の効果を無効にしていく、キュ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 あおり性の竹、このなんか神経うららのこうエフェクトだけでマジであおり、はいなんか榊優也ってさ覇王魔術師デッキも使いこなせるしさ、なんかそのエンタメイトオットワイズデッキも使いこなせるってかなりすごいよね。普通にデュエルタクスティクスなんか不動優勢バレに高いんじゃねえかって気にしてきたけど、そんなことない、エンタメイトモンキーボード君の効果を発動するぜ。さあモンキーウッキ、これどうしよう、ちょっと待って、まあドクロバットジョーカーか、これマジでドクロバットジョーカー、これなーなんかドクロバットジョーカーなんか結局さ持ってきても言うてさ、まあ、カード一応増えてはいるんだけど、まあ、ここで一応ね、レディアンジュ君とか持ってきて、これレディアンジュで2ドローするのあれじゃね、ここにうらら打ってもらうか、ここにうらら打ってもらったりなんなりして、うーわ微妙、何これ
何そのハンド、ドクロバットジョーカー召喚効果、法要はありますか。いや法要ありそうだなこれ、法要めちゃくちゃありそう。ちょっとマジエレクトラムに法要あげてるのに本当やめてもらっていいですか。エンタメイトオットアイズ、バトラーの効果を発動します。これちょペンドラムスケール、これ毎回さ猿さサーチしてきて爆破させられてるだけなんだけどこれちょっとなんかこれはほんまかみたいな話あるけど、これ、毎回さなんかバトラーに爆破させられてるところしかあんま見ないんだけどさ、これなんかもうちょい強いなんかひぐるみっていうね化け物みたいなやつがいいんだけど、そいつがねちょっとまあ今度持ってくるっぽいんだけど、ちなみになんかエラッタされて OCG の方ではっていうことはマスターデーでも多分そのうち持ってくると思うんだけど、エラッタされてね、エラッタされて持ってくるのやばいよな。それはもう別カードなんよ。ひぐるみさんもなんかターン1なんか名称しての単一ついてさ、なんかあの破壊されたらなんかエンタメント出してくるみたいな効果あるんだけど、まあ、とりあえずアストログラフの効果発動したんだけど、なんかある、いやなんかさ、待って、なんかチェーンしてるよね相手、これ何これ、えっちょっと待って、2ビルかこれもしかして、おいちょっと待ってくれよ、ちょっとそれ聞いてねえよ、2ビルだけマジでやめてくれや。墓穴は来た、なんか銃声剣映ってんだよな、何これ、キリンであれ。メタルフォーゼとアストログラフで、まあ、一旦ちょっと、エクシード出しに行きまして、でこれでエクシード君の効果使ってちょっと踏みに行きますわ。アストログラフ、まあ、ボルテックスしに行くとちょっとスケール邪魔しな、ちょっと待って、スケールを揃えに行かなければならないので、いやちょっとわかんねえ、このなんか一生光ってるこのカードマジわかんねえ。とりあえずスケール1から8でレディースエンド、バレットジェントルメンが勝ったで、エクシードザ・ペンデラムの効果発動します。一応これ墓地からも出せるんで、蘇生させておきまして、あーなんかウーサーいけそうだな、なんかあるんだよな、なんなんだろうなマジで、ちょっと2ビルじゃなさそうな気がするんだよな、ここまで行くんだったら。じゃあこれ一旦ウサギ出しまして、でまあ、そうなってくるとあとペンデラム召喚するだけなんだけど、いやーまあでもなんか、うわーなんか変なチェーンに踊らされたわ。出すモンスターあんま強くねー、てかオットアイズディゾルバーこれ邪魔まであるな、手札のちょっとスケール張りてえけど、これこれなんか邪魔すぎてこれ出せねえよ、ちゅしょう、まあ、とりあえず全部出すわ、全部出して、まあ、なんか困ったら全部出せばいいからね、困ったら全部出せばいい、とりあえずペンデラム召喚っていうのは、ペンデラム召喚ってそういうこと。まあとりあえず一旦サベージ出し行って、サベージマスカレーの墓穴セットエンドかな、これちょっとボルテックスがちょっとなんかうまいこと出なかったんですけど、まあちょっと許してください、7をちょっとあんま用意できなかったっていうのがありますね、これアストログラフ以外に。はい、すみませんでした。なんかモンキーボールとかいうやつレベル8だ6だからさ、モンキーボード今からレベル8になってくるんだよな、8になってくれたらこっちとしては都合いいんだけどでマスカレーならして、まあまあ弱くはないか、これでエンドですね。あんま強くなかったら盤面今回ちょっとごめんなさい、相手のなんか一生にびるっぽいなんかその光ってる感じのやつに踊らされまして、ちょっと何だったんでしょうか相手のことは。これすそれか、それでさ優先権移るカードって何、ちょっとやばい、拮抗勝負飛んで、まあでも拮抗勝負は以上あれか、バレルロードでケアできるかまだ大丈夫だったか。はい、ホルソン先導ハービーさんね、はいはい、いいよ了解で、イムセティだわな、まあイムセティちょっとはからだわな、これはからだわ、ちょっと一回はからウサギは使わない、なるべく参戦の際とか、まあ、ガンマと か, なんかそういうのが、まあ、飛んでるかもしれないんで、まあ、ドルイドブルームなんですよね、ドルイドブルームなんですよね、まあ、ドルイドブルームはちょっとさすがに一回ウサ、ちょそいつはなん か, てかあこれドルイドブルームだったんか、じゃあチェー分かったわ、なるほどこれドルイドブルームだ、あれなんかってことは手札そんなにか、相手の手札にずっとあったっていう話があ るから、そうなってくると、ちょっと待って、IP マスカレーナで一旦、
おお、もう飛ばしちゃうの結構あれだな。棺はサベージで無効にできるんで、マスカレーナ使ってリトルナイトで吹き飛ばしましょう。王の棺扱い、かっこ王母の石液を、王母の石液を飛ばせば、まあもう墓地の2体、墓地のホルス2体はもう死んだも同然なんで、2体もいねえか。え、ちょ、まあ、何これちょ、何これでっけ、ちょ待って、これ何これでっけ、ストライカー、はい、これなんだこれでっけ、やばい、わあ、ホルスとブラックメタルドラゴン入ってるでっけ、これ何、あ、チェーンジュン、それでいいの、ブラックメタル無効にできるよ。あ、ブラックメタル無効にするか、ブラックメタル無効にさせてもらうわ、さすがに。でブラックメタルさんはなんかレッドアイツとか持ってこれちゃって、レダメとか持ってこられるとマジでリンク値バカ伸びるんで、リボルブートセクティ、これやばいか、ガチでやばい、これこっからあれか、こっからあぶねえ、なんかバトルフェイズ来た、バレット君の謎の隠された効果、一旦にして相手のモンスターの攻撃宣言時なんか相手の打点が下がるエクストラデッキめちゃくちゃ溜まってたから、エクストラデッキ表側の P めっちゃ溜まってたからめっちゃ下がった。で、あとはこれは僕はどうすればいいんだ、なんかホルスと あれかな、あの相性いいのかな、なんかこのブラックメタルかドラゴンリンク系のやつ、ちょわかんないけど、とりあえずなんか待って、これだモンキーのだって低くない、とりあえず全員で殴りいけ、アストグラフ爆弾、うわっうわっ、いっけ、うっけうっけ、バトル、一応ドルイドブルーム出てくるんで、ドルイドブルームはバレルロードで無効にしてしまえば問題はないといったところ、さあかましていく、で1800、 OK、 ドルイドブルームね、了解で、これバレルロードで無効にし、 OK、 黙れ、これでもうないでしょさすがに、てこれ誰が出てるの、これウッキーであのフィニッシュするわ、ウッキーフィニッシュします、いきます、お猿のジョージでフィニッシュ来るぞ、お猿のジョージパンチ来るぞ、来た来た、ウッキーよし、これは完全にモンキーボードが活躍した、うーわー手札弱そう何モンキーボールだと、貴様やべ、マジ初めてだったかもしれない。これ、モンキーボード使ってるやつマジいないんだよね。このように。やばい、ちょっと、俺、あ、榊優也 VS 榊優也来たわ。エンタメイト、オットワイズ、シンクロン来た、やばい、モンキーボード、あ、なるほどね。このモンキーボードをね、盤面に呼び出して、エグニスタ出すみたいな。あー、はい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 、やばいぞ。この動きは。これは始まったか、これ。ちょっと俺、龍剣士あんま分かんなくて、ちょっとすみません。龍剣士ギミックがなんかいろいろ追加された時も言ったんですけど、ちょっと龍剣士、ペンダルデッキいろいろ触ってはきたんですけど、ちょっと龍剣士だけ分かんないっていう。展開ちょっと複雑すぎて、ちょっと龍剣士分かんないんで、龍剣士を使ったデッキもあるということだけは皆さんにお伝えしておきます。多分私の、動画をいくら探していただいても、龍剣士デッキは出てこないんですけど、やばい、ちょイグニスター P プラスマジェスター P、 あ、マジェスティ P で、うわ、ビヨンドザペンデラムいきなり来たか、俺やばい、おい、もうペンデラム消化すんのか、なるほど、あ、ジェントルード、マジでやばい、これエンタメイトやん、これエンタメイト流剣、オットワイズ流剣士みたいな感じ、やばい、ちょっと待って、なんかデッキかっこよくない、それマジで榊優也じゃん、いいね、レディースアンジェントルメントのね、これね、これレディースアンジェントルメントのね、で京都ウォーターフロントね、なるほど、ちょっとやばいかな、これは京都ウォーターフロントは、ろくなことがないと言われてまして、ちょっとやばい可能性がありますよ、これ。ソリティア、なっか。ちょ、ま、全然終わんねえや。これ G ランディスでもしかしてこれもう一回出し直すってやつ。やばい。ちょ、待って、これターン1ないない軍団なんだけど、これ。周りの奴ら。ちょ、エレクトラも、ターン1ないしさ、爆乳剣士も全然ターン1ないんだけど、ちょ、待って、これ G ランディスで出し直したら、これ全員効果有効になるか、いや、効果単一つけろよ効果単一つけろよ、お前ら全員バカみてえによ展開しやがってよ、いや、これやばい、ちょ、これガメだってこと、やめてよ、もう無理だって、ちょ、ダメだって、それはダメなんだって、そう、ダメなんだって、ガメラはダメなんだって、あかんて、それはちょっとさ、イグニスター君何回
効果使うの。無理だってそれは。レベル8モンスター2体ってこと。うわ終わってるわこれマジで。終わってるわ。終わり終わりです。遊戯王終わりました。さすがにさすがに総妨害数は超えられん。スケール1個しか残ってなくて草。やっぱペンデラムって悪じゃない。この召喚方法、この召喚方法一番ダメだろマジで。終わってるわ。まあ俺も使ってんだけど。